今回はいまいち不評ともいえるスプリントフォーマットについてのお話です。今シーズンの結果、今シーズンの全22戦のうち、アゼルバイジャン、オーストリア、ベルギー、カタール、アメリカ、そして先日行われたブラジルの計6戦でスプリントが開催されました。シーズン終盤の第17戦のカタールから先日の第20戦ブラジルまでの4戦中、実に3回も開催されていることから、なんだか強引に組み込んだ感が否めませんでした。スプリントレース導入の一番の目的はお金です。運営曰く、退屈のフリー走行を見るよりも何かしらのイベントを見せれば観客も増え収入も増えるとのこと。彼らは同時に波乱や不確定要素も求めたと思われますが、結果的にそうなってはいません。これが今シーズンのスプリントシュートアウトのポールポジション、スプリントレースの優勝者です。シュートアウトではマクラーレンのピアストリが見事に一度制していますが、実に6戦中3回がレッドブル、しかもマックスが3回獲得していました。スプリントの優勝者を見てもピアストリのポールトゥインは大いに盛り上がりましたが、その他はペレスが1勝、マックスが4勝と本番の決勝レースと変わらぬ結果になっています。スプリントの翌日に行われた決勝レースの優勝者がこちらです。スプリントレースは決勝の結果が分かるレースと言われていますが、この動かぬ結果がそれを表しているのです。スプリントの問題点、予算制限が導入されている中、当初は入賞の可能性の低い下位チームのドライバーがクラッシュしないように、さらにはパワーユニットなどをいたわるためにレースペースで走らないのではないかなどの懸念もありましたが、これまでのスプリントを見るとそれはないように感じます。今シーズンからは初日のフリー走行の後に本番となる日曜日の予選を行い、2日目にスプリントの予選、決勝を開催しています。昨年は初日のフリー走行の後にスプリントの予選を行い、2日目にフリー走行、スプリントレースを開催していました。スプリントの予選後、マシンはパルクフェルメルールが適用されており、2日目のフリー走行はマシンをいじれない状態での走行だったため、全く意味がないということで不評でした。その改善策として今シーズンからのフォーマットが導入されていますが、一番の問題だったパルクフェルメルールがそのまま適用され続けています。ではなぜ運営側はチームやドライバー、そしてファンの声を聞かないのでしょうか。彼らからすれば、面白いフォーマットを増やせば自然と増収増益につながることしか頭になかったような気がします。今シーズン全てのスプリントを終え、彼らが思い描いていたような収益が得られていれば、無理にルールを変える必要はないでしょう。しかし今では来シーズンのスプリントをより魅力のあるものに変えようとしているのです。 CEO のドメニカリ氏はこう語っています。このスポーツをより魅力的なものにするために、我々はあらゆる方向にアンテナを張っている。我々は新しいフォーマットを試し、あらゆるものに対して柔軟な姿勢であり続けなければならない。これは持続可能な話題に関しては特に当てはまることだ。個人的に期待していたモハメド・ビン・スレイエム氏が事実上現場から干されてしまい、ドメニカリさんが指揮を取るようになっていますが、今のところお金に目がくらんだ彼にはがっかりしています。彼が来シーズンのスプリントをどのように変え、増収増益を狙うのかに期待します。解決策は？解決策として、まず第一に取り組むべきことは、不評なパルクフェルメルールを変えることです。これを変えるだけで、スプリントレース、翌日の決勝レースに不確定要素が取り入れられると思います。しかし、それだけでは各チーム、勢力図を一時的に変えるまではいかないと思います。スプリントレースを面白くするアイデアは、これまでにもドライバーやファンの中から様々な意見が出ています。当初はありえないと言われていたリバースグリッドも、今シーズンの結果が予想できるスプリントを見たら、思いのほか実現しそうな気もします。しかし、一時的にはリバースグリッドは盛り上がると思いますが、下位チームのドライバーは何とかポイントを持ち帰るために過激なブロックをし始めるかもしれません。それが何度も続いていくことになると、やはりドライバーやファンから不満の声が上がり、さらには後方から追い上げるトップチームのマシンと接触し、
トップチームのマシンが壊されたものなら、下位チームのドライバーに対する SNS での非難の声が続出しそうな気もします。では何をどう変えればスプリントレースは盛り上がると思いますか？ドライバーが乗るマシン自体を変えたり、チーム代表がカートで勝負するなどの奇策も上がっていますが、間違いなく実現されません。皆さん様々なアイデアがあると思いますが、個人的に思ったことをご紹介します。スプリントは決勝レースの約3分の1の周回数で行われます。コースの全長により周回数は変わりますが、今シーズンで見ると11から24周で行われています。スプリントレースにはタイヤ交換の義務がないため、どのチームもピットストップなしで走り切ります。これが不確定要素を奪っていると感じます。しかしワンストップを義務化しても各チームの勢力図は変わらないと思います。そのため新品のソフトをサンセットピレリが提供し、ソフトタイヤを義務付け、周回数にもよりますが1回か2回のピットストップを義務付けたらどうでしょうか。アメリカグランプリのファイナルラップで見事にファステストラップをマークした角田裕毅は、軽いマシンでの新品ソフトでの挙動を楽しんでいました。近年の F1 は耐久レースまでとは言いませんが、タイヤマネージメントが重要で、全開でのレースが見られません。パワーユニットや各コンポーネントにも年間の規定数が設けられているため、なおさら全開では走れません。しかし、スプリントの短いレースであれば、その問題も最低限に抑えられるのではないでしょうか。その中で新品のソフトタイヤでだいたい6周から7周を全開でプッシュし、それを3回披露できれば、各チームの勢力図を強引に変えなくても、それぞれの位置で限界ギリギリの超スプリントレースが実現できます。まあピレリが新品のソフトを各ドライバーに3セットずつ提供できるかという問題、そして接触などのリスクが増えること、パワーユニットに負担がかかることなどを考えると現実的ではないと思いますが、個人的には今では忘れ去られた超スプリントの F1 が一時的にでも復活できれば、過去の F1 を知らない新しいファンもきっと楽しめると感じました。また現在のスプリントは8位までが入賞ですが、本番の決勝と同じく10位までに変更しても何も問題はないと思うので、来年からは変えてほしいです。運営側はスプリントシュートアウトと決勝レースの予選、そしてスプリントレースと決勝レースの4つ全てを制したドライバーに何かしらのグランドスラムを与えるというアイデアを出していますが、ドライバーやファンの考えとはかけ離れていることがわかります。皆さんのスプリントを盛り上げるためのアイデア、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。キリッツレイ、またねー。